はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、遊戯王マスターデュエルに、また、三度、神アップデートが入りましたので、こちらを皆さんにお伝えしたいとともに、まあ、どういう内容か見ていきたいなというふうに思います。バージョンアップデートのお知らせがありますよと。で、11月7日に必須化しますよっていうことで、どういうことが起きているかと言いますと、まあ、いくつかね、あるんですけども、まずですね、これ、神アップデートと言っていいですね。デュエルに関する更新内容、デッキ内容の表示。使用しているデッキの内容を、デュエル中に表示する機能を追加しましたと。デュエル中の、画面、左上、歯車マークから開けるゲーム設定にある、デッキ確認ボタンを押すことで、表示することができますと。これ今まで良かったんですよね。相手がエフェクトベーラーとか打ってきてさ、あれ、俺エフェクトベーラーデッキの中入ってたっけっていう時ね。こういう時、この歯車マークを押して、で、デッキ確認ってやると、自分使ってるデッキ出てくるんですよ。お、エフェクトベーラー入ってねっていう。こういうことができるようになりました。これ人格マスターズの指名者打たなくても良くなったっていう。これマジで熱いっすね。さらに、デッキ編集に関する更新内容。これは、強靭用の、アップデートなんですけども、ロイヤル加工強靭ってやつがいましてですね、マスターディエルには。ロイヤル加工をなんかめっちゃ、目指して、加工しまくってるカードを。っていう、まあ、やばい界隈があるんですけど、ブースト生成に目標加工っていう機能が追加されまして、で目標加工のカードが生成されるまで、指定した CP を上限とし、カード生成を続けますっていう。無限に生成しますと。で目標加工のカードが生成されたら生成を中断すると。で残った CP を返却しますっていう。マジでこれね、誰が求めてたのかっていうと、本当強靭しか求めてなかった機能なんですけども、これ強靭にとってはマジで神機能と言っていいですね、これは。はい、ちなみに目標加工の生成を保証する機能ではありませんと書いてますね。はい。あ、目標加工まで出てくれたらありがたかったんですけどね。この機能ガチで強靭すぎるんだよな。あ、まあ一応生成ってするじゃないですか。例えばこの天空の、じゃあ調和の宝札が欲しかったとしましょう。これ生成ってやって、でブースト生成するじゃないですか。でこれで目標加工をロイヤル加工に設定するんですね。でこれで消費、じゃあ SR1264 と。これこうするんですか。いきますよ、いきますよ、ゴーシュー、ゴー、出た出たんだけど。出た。しかもなんか出方かっこいいな。出方かっこよくて草。マジかよ。あ、ほら、え、ロイヤルが、お、引き強い、俺引き強いんだけど、4枚生成したら1枚なんだけど。おい、ちょっと待って、これあれ、あ、俺明日死ぬんじゃないか。いや、こういうことができるってことです。これつまり4枚目で出たから、ブースト生成で今まではなんかほんと100枚とかなんか生成してたんですけど、これやんなくてもいいと。これだって1264あったSR ポイント1144しか減ってないですからね。いや、これ神機能でしょ。でさらに、カード分解保護機能、まあ、これも、まあ、やっちまったことある人はいると思うんですけども、カードを結構分解する機能あるじゃないですか、マスターデュエル。なんかこれで、なんかその大事なカードを間違えて分解しちゃうという、まあ、ロイヤル加工を分解するってことはあんまない気がするけど、例えばなんかもう3枚持ってるカードを間違えてじゃあ分解しちゃうとか、4枚持ってるカードを1枚分解しようとしたら2枚分解しちゃったとかあると思うんですけど、まあ、そういう一応ね、カードの、分解保護っていうのができるようになったんで、まあ、ロイヤル加工は分解保護しておくといいかもしれないですね。で、カードの分解保護っていうのは、なんかこの3本線を押してこのカードの分解保護っていう機能があるんで、これを押していただくということで、まあ、今ちょっとさっきテストで保存してみたんですけども、これ例えばロイヤル加工に限定してさ、ロイヤルってやって、まあ、じゃあこれと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 って全部入れてって、でこうやってロックしていくっていう。これ以上ほらカードを追加することはできませんっていうの、まあ、一応保存しておいて、でこうやると、例えば、このカードを分解しようと思っても、ほら分解保護ってなってるから、分解できないみたいな感じですね。非常に、これもまあ割とそのかなり特定の特定層、あまりにもそのニッチすぎる需要なかもしれないけど、まああまりそのニッチすぎる層にはめっちゃ刺さってるっていう機能ですね。でさらに、ショップに関する更新内容ということで、ショップ画面の回収、ショップ画面上部のヘッダーで、パックチケットの所持枚数が分かるようにいたしました。これ今までね、ボタン押さないと分かんなかったと思うんですけども、これが、まあ、パッと見で分かるようになってくれたってことですね。これショップ行くと分かるんだけど、ショップ行って、ここがもう、チケット枚数表示されてんだよね。
今まではこれカードパックっていうとこ行って、でボーナスパックからレガシーパック何枚のかなってここからなんか見ないといけなかったんですけど、これはもうあの右上に、まあ、常に表示されるようになってるんで、まあ、これ今何枚あるんだなっていうのが分かるようになってます。はい、これマジでこれもまあ細かいところに手が届くっていうかね、いい、アップデート内容じゃないでしょうか。でさらに、リプレイに関する更新内容は、保存するとき保存上限足してると毎回毎回あの保存できずに、あの上限足してますって言われて、まあ、うっとうしいなと思いながら、あの前のリプレイを削除してね、あの保存するみたいなことやってたと思うんですけども、あれが、一番古いリプレイを削除して自動で保存できるように変更いたしましたよっていう感じになってますね。で一番古いリプレイを削除するかどうかは確認ダイアログが表示されるから、あの削除したくなければあのここで EA を押せばいいっていうことですね。でさらに、リプレイ保存時に公開評価を選べるようになったと。これ本当に動画投稿者とかしかなんか使ってないような気がしますけど、この機能、まあ、基本的にはね、まあ、ツイッターとかで投稿してる人もいるのかな。あ、本当そういう時にめちゃくちゃ便利になりましたね。でリプレイを削除から保護する機能、まあ、リプレイロック、とあとリプレイにタグ付けができる、まあ、なんか検索とか、するようになるのかな。はい、でリプレイ一覧画面に、代表3カードが表示されるから、まあ、どのリプレイを使っているかが、まあ、一目で、ね、分かるようになるっていうところと、あとリプレイ一覧画面にコイントスの結果、先行後攻を、まあ、誰が選択したか、まあ、今ね結構あのテンパイルとか後攻自分から選択していることあるからさ、だからどっちが先行でどっちが後攻を選んでるのかっていうのが分かるようにしたのと、あとリプレイで使用したデッキ、これも確認できるようになったと。まあ、リプレイを見て、あ、この人のデッキいいなと思ったらそこからコピーするとかも要はできるようになったりするのかな。これ非常にね便利になってます。リプレイ周りが、リプレイはあのそのデッキのね、あの3枚の代表カードみたいなの設定できるじゃないですか、あの個人個人が。それを設定してるデッキであれば、例えばこれクシャトリア VS これミカンコなんだろうね、このリプレイは。とかあとこれはまあおそらく、ラビリンスミラーなんだろうね。ちょっと俺なんでこのあのリプレイが保存されてるかちょっと全然覚えてないんだけど、まあ、こういう、リプレイを、保存して、であの動画を公開していくっていう、やり方をねやってる方にも、僕はちょっとあのリプレイの動画を投稿してないからあんまり僕に恩恵はないんだけど、結構リプレイであの動画投稿してる方とかいらっしゃるじゃないですか。 Twitter とかでもそうだし、 YouTube とかでもそうだし、どこでもそうなんだけど、だそういう人にはねめちゃくちゃありがたい機能だと思いますね。でさらに公開設定も非公開とかから、選べるし、あとロックとかね、こういうね機能も、できるし、まあ、要は絶対にこれはあの残しておきたいっていうリプレイとかをこうロックしておけばいいし、まあ、あのもういらねってなったらこれロック解除してね、古い方から消されていくらしいからさ、新しく保存するとき、今までねリプレイ保存するときって本当あの1回1回、あ、今リプレイがいっぱいなんで消してくださいって言われるんですよ。でいちいちリプレイとか戻ってね、あの消さないといけないとかあったんですけど、まあ、今回からは古いのからもう自動的にこう消されていくようになっているっていう、これ本当神機能だよね。なんかなんだろうな、かゆいところに手が届く。結構今回のアップデートはなんか全体的にインフルエンサーの人結構喜びそうな気がするわ。で一応クリアワールドのテキスト更新、効果処理 あの変更っていうのがありますので、まあ、これは多分新規とかが来るのかなと思いますね。あと一応まあ余談なんですが、なんかそのゲームの最新の、表示画面がなんかガンドラになってたらしいんですよ。ガンドラになんで多分ですね、次の診断11月の7日はおそらく光の黄金質関連で、まあ、ガンドラ G が来るとか、あとガンドラクロスがもしかしたらエラッタされて帰ってくるとかいうことがもしかしたら起こるかもしれないかなと思ってます。はい、であとはまあ不具合修正ですね。もうほんとね、このゲーム開発してる要はそのプログラマーというかエンジニアさんマッチで有能すぎて、うん、いやほんとにこれは前もね神アップデートだって騒いだ気がするんですけど、今回もまた神アップデートです。はい、このゲーム開発してる人本当にね天才だと思います。はい、本当にありがとうございます。はい、まあ、あの今後もね、引き続き、コナミに、無限に課金していこうと思ってますんで、何卒皆さんも、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。コナミサンキュー。